休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこち学童も。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこち学童も。ディディッディッディッディディッドーン。あ、今あった。これ移籍を考えた理由、教えてくださいって。レイソルからマリノスへ。あー、マリノス、レイソルからマリノスに行った理由ですか？うん、うん。これ、そうっすね。まあ俺、正直なところ言うと、うん。レイソルのこともめっちゃ好きなんで。いや、そりゃそうだよな。はい。帰ってきてレイソルだしな。うん、うん。はい。もう、レイソル愛がすごい、うん。少年だったんですね。もちろん。俺、イメージはレイソルだもん。やっぱり。ずっと、やっぱりこう、うん、レイソルで育って、レイソル育ってもらって、うん、で、海外行って、またレイソル戻ってきてっていうので、うんうん、でもなんか、途中でやっぱりこう、その環境にこう甘えてる自分とか超いて、居心地がすごい良くて、うんうん、だからこそこう、自分の中で何かこう挑戦しなきゃいけないなっていうのを感じたんですよね。なるほど。あ、うんうん、だから、移籍は決断しましたね。もうやっぱり自分の甘えも消すため、そして自分がもう一段階成長するためには移籍だと。そうですね、そうですね。ああ、いやいや、いいよ。そりゃ、それの気持ちだったらレイソルのサポーターも、まあその、それはね、一応いてほしかっただろうけど、まあそういう気持ちが聞けたんだったら多分、まあレイソルのサポーターも応援できるし、マリノスのサポーターももう今じゃね、ある意味その、まあ、ベテランっていう言葉がおそらく好きじゃないと思うから、ユキなんかは。まあ、嫌いじゃないですか、別に。はい、あ、本当？どっちも。はい、うん。なんかそういう意味では、その、やっぱ30でマリノスに移籍したっていう気持ちっていうのは、なんか、あんまりさ、その年齢で移籍もできないじゃん、実際。もう。そうっすね。まあ、あれ何年前でこうですか？ 2018?2018だから3年前か。28の時。27か。もう一番いい時だな、言ったら。はい。そうですね。そうですね、移籍っていうのは決めましたね。はい、なるほど。で、その年にさ、はい、今の奥さんと結婚してるやん。あ、はいはいはい。そうですね。ね、久富恵子さん。はい。それもなんか、タイミング的にはそこだったの。いや、もう、それは、どうなんだろうな。結婚のタイミングがってことですか？そう、その遺跡とちょうど被ったから。あー、いやいや、うん。なんか別に、その年には結婚しようとは思ってましたけど。あー、そうなんだ。はい。まあでも、遺跡、そうですね、遺跡することも、チームとかも、伝えてなかったんですけど。うんうん、あ、そうなんだ。はい。で、だってさ、どこで出会うの？アナウンサーさん。どこで出会うの？どこで？まあ、まあ本当、知り合いの、はい、うん、方が。あ、そう。紹介してくれて、はい、紹介してくれて。それは何、ユースからお願いしたの？はい、僕から、まあ僕からお願いしたに近いですね。あ、そう。シチュエーションは。僕からお願いした。うん。まあでも。で、うん。今、だって、超仲いいじゃん。めちゃくちゃ、はい、仲いいですね。だって TikTok とかも、今日のなんなん、今日のあの早口言葉。え？今日の早口言葉。いや、なんか、やったんすよ。やっぱ、すごいんすよ、アナウンサーって。いや、すごいよ。あんな絶対言えないもん、普通。さあ感じましたわ、本当に。喋って。どこで負けず嫌い発揮するよ。いや、なんか負けたくないじゃないですか。やっぱり。無理や。あれは勝てないわ、あそこには。なんか、いろんなサッカーとか、嫁にやらしたりしてるんですけど。うん、してるな。はい。なんですけど、いざ逆の立場になると、なかなか苦しいものありますね。いや、あの勝負は挑むべき勝負じゃん。あんな絶対勝てない。絶対勝てない。いや、すごい。やっぱ毎日やっぱ練習って大事だなって、すごく感じました。はい。サッカーと一緒で。どこで刺激受けてんだよ。いや、本当に。でもなんか、そういう意味もあって、なんか、うん、結婚した理由とかもそうなんですよね。こう、いろんなこう、うん、刺激を与えてくれるというか、うん、うん。勉強になるじゃないですか。なんか、知識もすごい多いし。おお。なんか家帰ってきて話す一言一言も結構、いい情報くれたりするし。うん、うん。なんかそういうのってこう、うん、自分とってもすごく、こう、返ってくるものあるじゃないですか。まあ、間違いない。それは。なんか、それがこう、家庭の中で、こう、
競争し合うじゃないけど、お提供し合うっていうのができる環境ってすげえいいなと思って結婚しました。マジで、はい、すごいね。だから出会った時はそんなこと知らないでしょ。そういう人じゃないな、別にそういう人っていう情報ないでしょ。出会った時、出会った時はもちろんないですよ。でもやっぱりそのお付き合いしていく中でだんだんそういうところにどん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 惹かれてたっていうことになる、はい、そうですね。最初やっぱ会って話して、うんまあ、ご飯とかよく行くようになって、うんうん、でやっぱその時にあこの人すごいなって思ったし、なんかそういう尊敬から入ってる部分ありますね。ああ、はい、そうなんだ。いやいや、だって今もコメントで来てたけど、あの J リーグ1イチャついてる夫婦とかさ、そういうの来てるけどさ、やっぱいや、ああやってあんまりさ表に出したがんないじゃん、やっぱり J リーガーって。ああなるほど。うん、いやそれをけどそういうの全然気にせずに2人でやってるっていうのは、はい、ある種多分ほぼこの世の中の女性とかのやっぱ理想像は理想像だと思うんだよね。いやだってなんか良くないですか、その情報を提供するじゃないけど、うん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 、いやもちろん俺はなんか、うん、あんまり抵抗ないですね。ああそうなんだ。はい、いやそれは素敵よ。これだって結婚してるのにこんなにイケメンとかモテる選手ってあんまいねえじゃん。いやいや、やめてくださいよ。そもそもなんもないですから俺。別になんかもらおうと思ってねえよ俺、勇気が。いやけどだからみんなやっぱりそういうところの憧れもあるし、けどそれってその意識しなくても勇気の場合やってることだから、全てがナチュラルなわけじゃん。そうですね。今でも結婚してもずっとやっぱりそういう、なんだろう、新たな尊敬、新たな好きっていう気持ちっていうのはもうやっぱ生まれ続けてる。いや全然生まれますね。はい、常に俺リスペクトはしてますね。はい、もう決め手はそこ、やっぱり尊敬できる、リスペクトできるところがある。まあそうっす、尊敬できるか、女性のところで言うと。うんうんうん、はい、マジ。サッカーのことに対しては何か言ってきたりするの？いや全然全然、もうサッカーの話とかしないですもん、ほとんど。なん家の中で何の話するの？え、日常サッカーのことします？話。いや、やっぱり職業が職業だから。はい、その勇気がなんかサッカーの話とか、まあまあ、はい、いろんな感情があるだろうから、そういう感情を吐き出して奥さんが、はい、まあ聞いてっていうなのかなと思ったけど、しないんだサッカーで。ああ、俺全然持ち込まないですね家に。その、はあ、嫁にそのサッカーの相談とか多分したことないです。マジで？はい、自分で解決するタイプなんで全然。うわ、それそういうのもだからあんまり勇気は別に言われたくないとかっていうのはあるの、サッカーのことに関しては。いや全然別に言ってきてもいいんですけど、分かんないじゃないですかそもそも。うん、まあまあもちろんもちろん、はあ、もちろん、うん、分かんない人にこう俺がなんか相談しても分かんなくないですか。いや、俺なんかもっとわかんない、はい、結婚してないからもっとわかんないけど。結婚してないですね。俺結婚してるなと思ってたわ。してない。してないよ。だからこういう、はい、こういう話には興味津々になるんだよ俺。あ、そうなんですか。結婚したいってやっぱ思います？結婚したいってだから俺思ったことないのよ。あ、そうなんですね。結構あれですか、なんかこう自分のルーティン壊されたくないみたいな。ルーティン壊されたくないとか、自分で全部できるから。はい、そのなんかあんまり求めるものがなくて、はい、結局そのもうまず自分で今もさ、あの生き方としてはもうやりたいことをやっていくっていう生き方してるから。はい、だからそういう意味ではそこになんだろう、俺のやることにどうこうとかなんか言われるのがすごい嫌で。結婚って俺そういうイメージしかないの。これごめんなさい、世の中の結婚してる方に、皆さんに本当にこれ偏見でしかないと思うんだけど。はい、で俺勇気見てるとなんかこういうこんな幸せそんな夫婦もいるんだってね。でもなんかいろんなパターンあるんじゃないですか、わかんないですけど。うちはあんまそこは関与しないです。全然お互いの仕事のことは全然リスペクトしてるし、うんうん、そのなんかまあもちろん向こうの相談とか乗ったりしますけど俺は。ああそうなんだ、うんうん、逆になんかこういうことあったんだけどどうみたいなのは話したりするんですけど、でもそれってなんか
仕事の内容っていうよりどっちかってこう人間的な悩みみたいな悩み相談みたいなのはよくしたりしますけど、まあ俺からあんま話すことないですね。どういうこと？どういうこと？俺から相談して、いやなんかこう自分の中で解決しちゃうから、そのこういうのどう思うみたいなのはないかな。じゃあもう抜群の関係性じゃん。じゃあ結構あもう会った瞬間にとか あったの？会った瞬間にですか？いや、うん、でも何回かこうご飯食べる機会があって、うんうん、でその中でなんかこう知ってって、うん、あすげえいい子だなっていう風に思っただけですね。いやすげえな。いや、うん、なんかもうなんだろう、すべてがチャラくないな。すべてがチャラくない。もうマジでもう俺が思ってたのと違うわ。本当全然何も違うわ俺。何ですか？ただただ、ね、はい、ただあの、はい、ただ川俣健吾に、はい、なんか大津ゆうきの裏情報はないのかと、はいはい、聞きましたよ。はい、そしたらね、はい、話せることはありませんって言ってたよ。話せることはありません。出ましたそのシリーズ。昨日めっちゃ聞いたな、話せることはありませんシリーズ。やっぱあの健吾も言ってたから、まあいろんなね、いろんな経験を得て、はい、今の大津勇気はあるのかなっていうのは思ったけどね。いやでもそうっすね、ほんとそれっすね。どっちかっていうと、うん、経験が、うんうん、って感じっすね。でもそうだな、今まで話聞いてたらもう全て自分の経験をある意味還元しようとか、その外国が海外行った時にもうすぐやるっていう行動を自分の中で吸収して帰ってきてやるとか、なんか、はい、確かに大津ゆきという人間は全て自分のあったこと、行動したことを自己分析していろんなことに挑戦 しているなっていうのはすごい感じるな、喋ってて。経験と体験最強説っていうのを俺の中で決めてるんで。え、経験と体験最強説？はい。おーおーおー。でもなんか自分の中でなんかやってみてとか、うん、なんかこうその時に感じたものって、うんうん、最強じゃないですか。いやもちろんもちろん、うん、それってなんかもう確実に答えが出てるじゃないですか。うん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 。だからそれってすごく大切なことなのかなっていうふうに思ってるんですけど俺は。シンプルだけどやっぱり人が、はい、なんだろう、人が人に何かを伝えるときとかって結局それが全てだもんね。はい、そうだと思ってます俺は。ああ、いや、だってなんか達成した人が言うのと達成してない人が言うのの、うん、もう説得力その時点でこうもう入ってこないじゃないですか話が、うんうん、お前何言ってんだよっていうのと、うんうんうん、だからそれな気がしますけど、だからさっきからその結婚の話になったときコメントもお前が知ったような口聞くなっていうコメントとか来てるもん俺に。でもあれじゃないですか、こうやって俺が話すとか誰か結婚してる人とかの話とか聞いたらもうそれを得たらもう経験じゃないですか。そうだよね、だ最強説、もうそしたらもう最強、そしたらもう語る権利持ってますだから俺結婚してないけど最強だもん。だから最強説ですね、いろんな人の話聞いてるから。いやいや、けどマジで印象変わったし、はい、これ聞いてる人びっくりしてんじゃない？他のチームのその大津行きを客観的にしか見てなかった人は多分なんか、うん、あれじゃないですか。本当健吾の時もそうだけど、その持ってき方ずるくないですか？なんか変わったでしょって、あの見え方変わったでしょって言いがちじゃないか。違うのよ。これもね、あの勇気、俺だから経験と体験してるから。はい、ああうまい。うまいっすね。メッセージが来るのよ、マジで。あのダイレクトメッセージがインスタので、はい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 、もうやっぱ印象が全然変わったっていうメッセージがすげえ来て、あ、そうなんですね。でまた応援したいみたいな、はい、応援したい選手ができましたみたいなのが来るから、あ、はい、やっぱこういうインスタライブとかみんながね、今こういうご時世で、はい、やっぱいろいろみんなが配信するっていうのは価値あることなんだなってすごい俺思ってるよ。ああ、でも本当 SNS って大事っすよねって思いません？今もうツールとして最強だからね。最強っすよね。
だから俺は常々言うんだけど、はい、その今勇気なんかはもう多分俺がこれ言ったことも行動してるからあれなんだけど、やっぱり J リーガーっていう今でしかないじゃん。そのあと20年後とか J リーガー現役で入れるわけほとんどないわけで、はい、そうなった時にやっぱり今 J リーガーっていう現役 J リーガーっていうのを武器に他のことをやる、これって絶対俺必要だと思うんだよね。だって今、はい、今でしか武器にならないから、はいはい、うん、だからそういう意味では J リーガーがその周りに何て言われようがやっぱり現役中に何か違うことをやって、俺だったら現役中やれなかったけど近藤学徒なら近藤学徒、大津勇気なら大津勇気っていう一人のパーソナリティを J リーガーっていう名前を使ってやっぱり世間に認知してもらわないともったいないと思うんだよね。サッカーだけやってる時代は終わったからもう。すごい、すごいこと言いますね。確かに。いや、そうなの。だから、俺、はい、引退して初めて気づいたの。はい、元 J リーガーっていう武器が、はい、これ生きてくるところっていうのがすごいあって、はいはい、それって実はサッカー界から飛び出した時に、初めて元 J リーガーっていうのが、あ、すごいですねってなるの。はい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 、これ不思議なもんで、サッカー界にいて元 J リーガーって言ったところで、はい、いや、いくらでもいますよと、世の中にも元 J リーガーも今の時代、はいはい、っていうのをすごい俺は感じて、うん、でそうなった時にその俺あの R1 とか出させてもらったじゃん、はいはい、R1 グランプリとかね、はいはい、ああいうの出た時に初めて元 J リーガーっていう武器がめちゃくちゃ生きたの。注目度も高いし。はいはいはい。っていうのを俺感じたときに、あ、はい、これは現役中に、もはや J リーガーを武器に違うことやっとかないと、はい、損するし、はい、違うことやることが自分の幅も広げるし、それが実際サッカーのためになるってすごい俺感じたの。引退して。だから大輔もそうだし、こうあの勇気もそうだし、この J リーガーのうちに何かやってる人っていうのは俺すげえ気になるのよ。ああ、なるほど。俺が全く思えなかったことを今現にやってるから。はい。なんでそんなことやり始めれたのかなってすげえ気になるのよ俺は。そうですね。本当に今本当も言った通りで、うん、やっぱりこう選手それぞれ、うん。まあできることは人によって多分違うと思うし、やりたいことって もちろんバラバラじゃないですか。うんうん。けどやっぱりこう自分の幅を広げるとかっていうことも含めたら、俺はやった方がいいかなって思う派ですけどね。うんうん。なんか、それも人それぞれで、なんかそれでいっぱいいっぱいになっちゃうような人はやんない方がいいと思うし。そうね。うんうん。はい。その、ちゃんとこう分散できて計算できる人だったら、やった方が、俺は人間的価値はサッカー選手終わってからももちろん続くと思うし、サッカー選手をやりながらもサッカーに生きることがすごくこう学ぶことが多いと思います、やることによって。いやすごいわ。だって30歳の時にそんなこと1ミリも考えれなかったもん。だってサッカー終わって練習終わった後とかの時間ってめちゃくちゃあるじゃないですか。もう、その通りです。で、どんだけ練習やって、どんだけ自分の自主トレ使って、うん、どんだけマッサージの時間使っても、腐るほど時間余ってるじゃないですか。うん、うん、うん。この時間ってなんかもったいないよねっていうところってすごく多くて、別に趣味に使う時間って俺はあってもいいと思うし、リフレッシュだし。うん、うん。うんうん、それは別に、今でも別に全然趣味の時間も作ってるし、うんうん、何やるかっていうのはすごく大切にしてるけど、うん、その残りの時間で何ができるかっていうことは考えてますね、結構。いや、すごいわ。だって俺 J リーガーの時もさ、ちょっと、はい、ちょっと、ある意味金も持ってたから、ちょっとだけだけどな、それはもう勇気に比べたらもう何十分ぐらいかな。けどさ、その時にやっぱり俺がしたことって、やっぱり、いい、なんか服買ったり、はい。
それこそパチンコ行ったりとか、はいはい、もうそんなこと本当俺はしてて、引退して初めて後悔っていう形でそういうのを振り返ったから、はいはい、やっぱり俺勇気がしてる、このな、ある意味その自分への投資とか、その人、うん、人を幸せにする活動って、もう J リーガーでいるときにもうこんなもん、J リーガーでいるときにするほど幸せなことってないよね。そうですね。まあその時間にやっぱできることを、今逆に J リーガーだからこそできることを俺はやっとこうかなと思ってます。いや、素晴らしいわ。いや、ほんとなんかイメージも変わったし、あ、ごめん、なんかさ、さっきからさ、みんなあの、ゼロックスの時の PK の見てる時の気持ち、はい、はい。なんかそれを、あれか。聞きたいってすげえ言ってるから。あれは、あれはすごかったっすね、ほんとに。どんな気持ちだったの、あんなことあるんかなって思いながら俺見てたんですけど。ないない。まあでも、はい。あれは稀っすね、ほんとに。あれやっぱサッカー選手でも稀な光景でしたね。うん。どうやって思ってたの？もう笑けてきてた、あれは。いや、なんか途中から、これ、こんなことあるって思いながら、ちょっと心の中ではずっと思ってましたけど。そうだよな。でももう本当、でももちろん負けたくないって気持ちがあるんで。うんうん、うん。全力で応援はしてますけど。うんうん。っていう感じでした。でもそれなんか多分お互いあったと思うんですよね。変な雰囲気だったもんな。ここまであるみたいな。ああ。なかなかやっぱ、ないっすよね。あれは異様だった。まあまあ、もう多分今後経験することないと思うけど。ないっすよね。ないね。絶対ないと思う。けど、あれは、やっぱみんなサポーターもずっと、立ち上がりからずっとコメント来てたから、ごめん。あ、そうなんですね。うん、そう。いやー、けど、今日は、なんかもう印象も変わったし、はい、俺の後悔したこと全て勇気やってるなっていうのを思ったから、いや、シンプルに面白かったなぁ。え？なんでちょっと終わらせようとしてるんですか？え？何終わらせようとしてるんですか？ちょっと終わりにかかってないですか？いや、まだ終わんないよ。いや、終わんない。まだまだ行きますけど。違うの。これ1時間で勝手に消えるから、はい、切れちゃうからさ。はい、はい、はい。そう、あの、いや、俺だっていけるよ、それは勇気で、こうやって俺、はい、あの、初対面だけど、こんな喋れるんだったら喋りたいけどさ、はい、やっぱ睡眠って大事じゃん。はい、そうですね。めっちゃ大事なんで。みんな昨日もあの睡眠不足になりましたっていうコメントもたくさんいただいてるんで。あ、そうなんですね。やっぱなんか話してると、昨日は健吾めっちゃ長くやってんじゃんって思ってたけど、うん、全然同じぐらいやってますね。そうだよ。だってまだ全然、俺ほんと用意したことの半分も喋れてないからね、実際。本当に。楽しいですね。いや、そうだろ？そう。やっぱその、勇気のやってる活動って俺すげえ興味あったし、みんなもね、それ俺知ってほしいから、実際。はい。J リーガーたちにも知ってほしいし。逆に俺もいろんな話聞きたいです、今。どういう感じでやってんのかとか。ああ。何が逆に感じ取れてんのかとか。うん。なんかそういう話とかするの好きなんで、俺。何？じゃあ、あと2、はい、3時間ぐらい、あと3時間ぐらい行っちゃう？いやいや、もう大丈夫です。お前も終わりにかかってんじゃねえかよ。いやいや、全然そんなことないですけど。それはまた後日教えてくださいよ。本当に。そうね。ご飯連れてってくださいよ、また。また行こうよね。またご飯行こう、マジで。それは、本当に、このコロナが良くなって。そうね。くれれば。いや、だから、じゃあ、最後になりましたけども。はい。フットボールアシストの活動も含めて。はい。今後、ゆうきがそのやっていきたい活動と、そして、まあ、活動の宣伝と、はい、あとは、最後、こんなご時世だから、はい、その見てるサポーター、ファンの方に、ちょっと、メッセージをお願いできたらなと。活動の宣伝は別にいらないです。あ、そう。はい。けど、まあ、じゃあ、俺から言っとくわ、皆さんに。はい、今、大津ゆうきと酒井宏樹がね、やってるフットボールアシストっていうのは、本当に、人のため、大学生のね、迷える大学生たちのために2人がね、現役でありながらそういう活動をするって、これね、近藤学人の現役中には考えられなかった素晴らしい幅の活動してるから、皆さんちょっとぜひこれ活動チェックしてください。そして支援してください。しっかり今後のね、いろんなキャリアを、なんだろう、目指す大学生たちがきっとここを通って
もうみんな勇気とそして酒井宏樹に感謝しながら世の中出てってね、そういうとこで感謝しながら出てった人たちは強いからね。うん、そういう意味ではいいこと言ってくれますね。ぜひ、ぜひお次酒井宏樹のこの活動、フットボールアシスト、ぜひ今後楽しみにしていてください。上手だな。いやいやいや、やめろやめろ、やめろ。最後じゃあゆうき、はい、こんなコロナにね大変な時期ですけど、はい、皆さんにイケメンイケメンメッセージお願いします。やめてくださいよ。もう本当になんかこういう今こういう状況になってしまっているんで、うん、まあただやっぱりこういう状況だからこそできることっていうのも多分それぞれみんなあると思うんで、本当にこう今できることをやってほしいっていうのと、まあ本当にこのこういう時期を経験することでやっぱ今までこうあった環境がやっぱより素晴らしいものであって、うんうん、やっぱそういったものを感じ取れてる時期になってるからこそ、またこれがコロナが明けた時に、うん、やっぱりこうみんながこう今まで以上に大切にして、今仕事もそうだし、まあ、友人関係も今会えなかったりしてすごく寂しい思いもしてると思うし、まあ、だからこそ今こうできない環境をこうすごく大切にしてほしいっていうのはありますね。うん、まあ、だからこそこうみんなでここを乗り越えてまたもう一つ、日本のためにもそうだし頑張っていけたらいいかなと思っています。うん、ありがとう、ゆうき、今日は。はい。そして、最後にね、忘れないようにこれしなきゃいけないんだけど、はい。これじゃない？違うんだよ。え、違うの？じゃあ、おしゃれすぎるんだって、その、つくらさん。おしゃれすぎるのよ。ああ、おしゃれすぎるんですか。これでも、こっから、連想して繋がっていくんだよ。なんちゅう、なんだこのかっこよさ。なぜこのサングラスかっていうので次の人にこうつなげるっていうのが、うん、はい、テーマなんですよ今。そうなの？はい。え、次ちょっとじゃあ友達を紹介してもらいたいんですけども、なぜそのサングラスなのか、はい、うんうんうん、これも田中純也がこのブランドを作って、このサングラスも田中純也がやってるんですよ。セイウェウね。セイウェウなんですけど、うわ、僕自身もすごいブランドも好きだし、うんうん、ほんとサングラスもずっとつけてたんで、うん、だから彼をもうずっとレイソル時代から仲良くさせてもらって、うん、一応先輩なんだあの人、うんうんうん、先輩って一回も思ったことないですけど、一応って言ったもんな今な。はい、一応先輩なんで。はい、ほんと仲良しの友達なんで、彼にバトン、え、やってます一緒に。いや、DJ はやってないけど、あの、神戸だから、はい、もちろん俺は面識あるよ。はい、あります。うんうん。そうなんですよ。じゃあ、だから DJ を、セーブウェブの DJ を紹介してくれると。セーブウェブの TJ を渡します。わかりました。はい。OK、ありがとう。あ、いや、けど、マジでちょっと、ご飯行こうな。いや、ほんとお願いします。いや、行こう、ほんと。なんか、その、はい、すごいわ、やっぱこのつながり、テレフォンショッキングでつながってた人たちとやっぱみんななんか一緒にやりたいもん。はい、なんかね、形として一緒にできたら面白いし、うんうんうん、だからオンラインサロンとかもやるよ。あ、そう、オンラインサロン、はい、本当勇気もそのやった方がいいよ、やっぱり。あ、オンラインサロンですか。だって会社として、はい、フットボールアシストがあるから、はい、もうやっぱり間違いなくこれに賛同してくれる人とか、はい、増えたら多分もう一瞬にしてオンラインサロン火つくと思うよ。いいっすよね。いや、絶対、はい、うん、いやけどまたちょっといろいろと話できる機会設けたいと思うし、あのインスタライブもちょっとまた出てもらうわ、はい、お願いしますよ、うん、出してくださいよ、うん、マジで出す。でもそう言ってあれですよね、ご飯も連れてってくれない、インスタライブの話も来ないでしょ、もう一回やったからいいやみたいな。そういうのある感じじゃないですか。と、そういうのは言うな、はい、そういうのは、そういうの言うなって。
やいや、けど待ってくださいよ。あの多分みんなね、こういうこのインスタライブ出てくれた人のね、またリターンズみたいなの期待してるから、俺はやるよ、はい、やる、絶対、はい、お願いしますね。あ、もうぜでお前断る。いや、それはちょっと考えさせてください。なんでだよ。お前なんだ今の前振りよ。いいね、分かってるね、やり方分かってるわ、やっぱり。よろしくお願いします。いやけど、本当に今日はありがとう。はい、ありがとうございました。チャラくない、チャラくないってことを知れただけでも本当に俺は良かった。感謝です。いや、こちらこそありがとうね、本当に、ありがとうございました。いや、ありがとう。今日のゲスト、大津祐希選手でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今日のゲストね、大津祐希だったんですけども、 すごいでしょ彼、印象変わるでしょね、絶対そうなのよ。いや、やっぱりもうね、違うわ、秘めたものが。うん、俺が勉強になった。明日はそして、あの祐希からの紹介で DJ 田中純也、柏レイソルつながりでね、田中純也に決まりました。セグウェイのね、サングラスつけて宣伝するあたりね、一応先輩なんて言ってたけどね、やっぱりリスペクトはすごいよね、先輩に対する。あの皆さん、さっきも言ったけど、フットボールアシストってね、ゆうきと坂博が2人で立ち上げた、キャリア支援の会社やってるんで、ぜひ一回皆さん見てみてください。本当に素敵な活動をしてるし、支援ね、できる形で皆さんもサポートしてたら、なんかみんなで一つのこと、目標に向かってやっていくっていうのは素晴らしいことだと思うし、いやー、インスタライブいいなー。ずっと熱いし、そのずっと違う選手の違う一面聞けるからね。俺が多分皆さんより俺が一番刺激受けてると思うんだけども、はい、今日も今日も長くなっちゃったけどね、視聴ありがとう。そしてあの途中電波がねちょっと悪くて本当に申し訳ありませんでした。これからは Wi-Fi しっかりつないでやりたいなと、思います。まだまだコロナでね大変な時期ありますけども、大津駅も言ってましたけど、今こういう時期を、お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちがくとも、お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこちがくとも、ディディッティッティッティディッドーン。